グリゴリー・アレクセイエビチ・ヤブリンスキーは、ロシアの政治家。ロシア連邦議会会員国家会議議員、ヤブロコの創設者の一人で、全党首。1952年4月10日、ソビエト連邦ウクライナソビエト社会主義共和国の、リボフ市に生まれる。1968年に学校を退学し、リボフ郵便局で配送係として勤務。 翌1969年リボフ氏のラドがガラス会社で電気工を見習い、器具組み立て工として勤務しながら夜間学校で学び、プレハーノフ記念モスクワ国民経済大学に入学する。夜間学校時代にはボクシングにも打ち込み、ウクライナジュニアチャンピオンに二度なっている。1973年、モスクワ国民経済大学を 卒業、1976年同大学院を修了する。1976年から1980年まで、モスクワの全祖石炭産業研究所に、技師、ついで研究員として勤務する。1980年から1984年労働研究所に、勤務。1984年からソ連労働、社会問題国会委員会に入り、1985年まで、 労働、社会問題部副部長、1985年から1991年まで、ソビエト連邦共産党に、所属、1985年から1988年管理改善部、副部長、1988年から1989年社会、発展、人口局長を歴任する。1989年7月、ソ連副首相。 国家経済改革委員会議長のレオニード・アバル・キンによって経済改革委員会入りし経済改革総括部長に抜擢され、ヤブリンスキーはソ連経済を市場経済に移行させるための経済改革プログラム500日計画の作成に実質的な理論指導者として参加する。1990年8月からロシア共和国の副首相に就任。 経済改革委員会議長も兼務するが、同年12月には、当局の無策ぶりに抗議する形で辞任した。ロシア経済政治研究センターを創設する。1991年ロシア、共和国首相経済顧問として、イワン・シラーエフ首相の諮問に答えた。ソ連8月クーデター後は、シラーエフと共に新設されたソ連国民経済管理委員会に副委員長に就任し、 シラー F 委員長を補佐した。クーデターの前後、アメリカハーバード大学の経済学者と改革プラン、グランド、バーゲン計画を作成した。また、カザフソビエト社会主義共和国最高経済、評議会委員も務めたほか、CIS 経済同盟条約の作成や、ニジニノブゴロド州の地域経済改革計画を当時、同州の知事だったボリス・ネムツオフと共に作成、実施した。 1993年12月、政治ブロック、ヤブリンスキー・ボール・ゲイ・フルキンブロックを結成し、会員国家会議選挙に立候補し当選した。1995年12月会員議員に再選。1999年12月参選される。また、1996年6月のロシア大統領選挙に立候補し、7.34%の得票を獲得して4位。 2000年3月の大統領選挙にも立候補し5.79%の得票率で3位。一貫してエリチン政権及びプーチン政権に対して自由主義改革派の野党の立場を維持している。チェチェンとの戦争にも強く反対している。2003年の下院選挙ではヤブロコは比例区で4.3%の得票率に終わり5%条項を突破できず、 同じリベラル派の派勢力同盟と共に議席のほとんどを失うことになった。2007年の会員選挙でも7%上校に拒まれ議席を獲得できなかった。2008年6月、ヤブルコの党首を辞任した。しかし党執行部には止まった。ありがとうございます。